こんにちは、潮の群れ教会の吉川直美です。今日皆さんと20日月曜日のところ、列王記第2、20章の12節から21節、神の懲らしみはいつも良いものですというところを聞いてまいりましょう。列王記第2、20章12節から21節。その頃、バルアダンの子、バビロンの王、メロダク・バルアダンは、使者を使わし、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。ヒゼキヤが病気だったことを聞いていたからである。ヒゼキヤは、彼らのことを聞いて、すべての宝庫、銀、金、香料、高価な油、武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中、および国中で、彼らに見せなかったものは一つもなかった。そこで預言者イザヤが、ヒゼキヤ王のところに来て、彼に尋ねた。あの人々は何を言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤは答えた。遠い国、バビロンから来たのです。イザヤはまた言った。彼らは、あなたの家で何を見たのですか？ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で、彼らに見せなかったものは一つもありません。すると、イザヤはヒゼキヤに言った。主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべて、バビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまい、と主は仰せられます。また、あなたの産む、あなた自身の息子たちのうち、捕らえられて、バビロンの王の宮殿で、宦官となるものがあろう。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和で安全ではなかろうかと思ったからである。ヒゼキヤのその他の業績、彼のすべての功績、彼が貯水池と水道を作り、町に水を引いたこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。こうしてヒゼキヤは彼の先祖たちと共に眠り、その子マナセが代わって王となった。さて、主に祈って寿命を15年延ばされたヒゼキヤ王でしたけれども、その後はどうだったのでしょうか。もう病で死ぬほかないというヒゼキヤでしたから、癒された時彼はきっと国を挙げて神に感謝を捧げたことでしょう。感謝の礼拝を捧げて国中で神の皆が褒めたたえられました。もうないと思っていた命がもう一度与えられた。しかも15年延ばされたんです。この15年を大事に使おう、神様のために仕えて生きよう、そのように決心したのではないでしょうか。でも決してそれは続かなかったんですね。バビロンの国はこのヒゼキヤの病気の話を聞いて、まだそれが癒されたというのは分かっていませんでしたので、大使に手紙と贈り物を持たせました。当時アッシリアとがこう兄弟であって、バビロンもユダとか他の国々と同じように
このアッシリアの脅威に怯えていました。ですからバビロンとユダが協力して、アッシリアに対抗しようというそのような同盟関係を結んでいたわけです。ところが来てみるとヒゼキヤはすっかり元気です。ヒゼキヤにとっては、久しぶりのお客さん、病気で伏せっていましたので、ちょうど元気になった時に乗客が来てですね、そして、お土産まで持ってきてくれた。彼はもう絶好調ですよね。病気も治って、そして神様から安泰の約束までいただいて、そこにこうふっと傲慢の罪が入り込んできたんですね。歴代史の32章の方には、ヒゼキヤが病気が治った後に高ぶったというふうに記されています。高ぶってしまった。神様が15年命を保証してくださった、奇跡的な印を見せてくださった、アッシリアからもうこの国を守ってくださる、もう怖いものなしです。彼は自分のそのような国、自分の力、自分の持っているものを自慢をしたくなってしまったんですね。同盟国に自分たちのこう王宮を見せたり、そういうことをするのは決して特別なことではありません。でもこのヒゼキヤ王は大使を引き連れて王宮中をぐるぐる歩いて宝をすべて見せてしまったんですね。ソロモンの時代に得たたくさんの財宝、遡ればダビデの時からダビデが一生懸命揃えた財宝であったり、さまざまな調度品とかそういったものですね。そしてアッシリアに打ち勝ったためにヒゼキヤ王自身も他の国々から尊敬されて贈り物を受け取っていました。そうしたものを全て見せつけてしまった。バビロンの大使は、ああ素晴らしいですね、羨ましい、こう簡単の言葉を述べたことでしょうけれども、内心しめしめ、なんて愚かな王様なんだ、そういうふうに思ったのではないでしょうか。帰ってから早速報告書を作ります。どこに財宝があって、どこに金庫があって、どこに大事なものが隠されているか、手に取るようにもうすべて隠すことなくヒゼキヤ王は見せてくれたんですね。ですからそれをきっと報告書に記していたことでしょう。このヒゼキヤ王の行動は、神様がこの王と王国の安全を守ってくださる、そのような神様なしには守られていないのだ、そもそも財宝そのものが主から与えられたものに過ぎないのだ、そういうことを忘れておりました。そして何よりもヒゼキヤは死に直面した時に、自分の財宝や名誉やそういったものは何一つ持っていくことができないということを悟ったはずです。本当に大事なものは何だったのか、神様との関係において主の目に正しく生きていくことではないか、そのように思ったはずだったんですが、十分に悟ることができなかったのでしょうか。やがてヒゼキヤが死んだ時にバビロンが一挙に攻め込んできて宝を全部奪っていくんですね。この時この王宮に集められたそのような財宝が世界中に散っていってしまいました。家を整理せよ、あなたは死ぬと言われた時に痛感したこと、どんな富を持っていたとしても名誉を持っていたとしても、それはやがて滅びてしまうものでしかないのだ。あの時にヒゼキヤは自分の死というものを見つめて、目に見える世界ではなくて永遠の世界、霊の世界へと目を向けて、そして泣いて主に祈り求めた。でもそのことをすっかり忘れてしまったのか、傲慢な心に溺れてしまったのです。本当に残念ですね。ヒゼキヤの病の体験は本当の意味で
彼の人生にとって意味のあるものとならなかった。苦しみにあったことは自分にとって益であった、そのように思って祈ったはずなのに。またこの裁きを聞いた時のヒゼキヤの態度に驚かされますね。彼はイザヤに対して、あなたの告げてくれた主の言葉はありがたいというふうに答えています。これをまあそのまま受け取ってしまうと、その後に続く言葉と含めてですね、まあ、彼は自分が生きている間は平和で安全ではなかろうかと思ったからであるというふうにありますように、まあ聞きようによっては、自分が生きている間は安全だから後のことは知ったことではないという、とてもこう自分本位の無責任な発言のような気がします。でもまあそれはここはそうではなくて、自分自身の罪をヒゼキヤが認めて、神様のその裁きの言葉は自分にとって決して災いではなくて、本当にありがたい、自分の目を開かせてくださる、そのような言葉なのだというふうに感謝をしているのです。そしてそればかりか、神様がヒゼキヤが生きている間にはこう寛容な心を持って平和を保たせてくださるという、そのことに本当に素直にもうただただ膝をかがめて感謝するしかなかったのではないでしょうか。ヒゼキヤ王は確かに真実な心を持って主の前に涙を流しました。そしてその心に応えて神様は彼の人生15年延ばしてくださったんですね。私たちもこのような時にヒゼキヤのように心からの感謝と賛美を捧げます。でも私たちが気をつけなければいけないのは、それがこう何日か経ち、また何週間経ち、何年と時間が経った時に薄らいでいってしまう、本当にその痛みの体験、苦しい病の体験、不安なところ、死に直面したところから、目に見える一時的なものではなくて永遠の方をこう目を向ける、そのようなものを識別して、そのようなものを求めていく人生へと招かれていた、そのことを私たちはこう忘れやすいものだということを考えさせられるんです。一時的に、まあ、死に直面するだけでなくても、何か危機に直面すると、一生懸命一生懸命祈って何とか解決してほしいと思う。でも平安になってさまざまな楽しみがある、そうするとその楽しみに目を奪われたり、やっぱり地位や財産や仕事やさまざまなそのようなものが大事になっていってしまう、そのことに気をつけて行かなければいけないんだなということを思わされます。一言お祈りをいたします。主よ、あなたの皆を賛美いたします。このヒゼキヤの物語を耳にするときに、私たちの本当の危機はもしかしたら主が私たちの祈りに応えてくださった、そのようなときに後に訪れるものかもしれません。主はそのような時に私たちが本当に真実な心を持って感謝と賛美を続けていくことを願っておられます。私たちの感謝は本当に弱いもので、自分を誇る罪にとらわれやすいものですけれども、でもヒゼキヤがイザヤの問いに正直に答えて、もう一度あなたからあなたを感謝する厳しい宣告を感謝して受け止めることができたように、あなたのその寛容な心に期待をして、私たちはいつもあなたに立って正直なものでありたいと願います。どうぞ私たちの残りの人生、あなたが導いてくださいますように、あなたの目にかなうものとすることができるように、主ご自身が導いてくださいますようにお願いをいたします。私たちの救い主主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。
アーメン。